こんばんは、まさ464K4 です。今回はパズドラの生産ログインがですね1250日になっていたので、チーム紹介とボックス紹介をしようかなと思ってるんですが、まあそんな変わってないっていう、本当になんか最近はログインのみっていう基本的なスタイルでやってるんで、まあ石が回収できるところは回収してるんですが、一応ガチャは引いてるので、ガチャ歴をどこからだろう、この辺の297のたくさんなのはなんだっけ、水カーリーだっけが、なんか友情ガチャで手に入るみたいな、そんなやつがあって、何連したんだろう、相当引きました。200何連ぐらい引いたんだけど出ませんでした。はい、ということでこんな感じで溜まっております。で、ですね、アマテラスあたりかな、ここからは、新たに引いたやつですね。この子も新しいキャラクターなんだと思うんだけど、あと、サリアは、大好きなんで、1をプラス、微妙な感じで振って、こんな感じになってます。で、まあ、一応、ちょっと、2体目ですね、おうちですね。で、下行って、壺ね、2体目、ドラゴンサムライでしょ。で、ここがあれだね、ハロウィンガチャです。まあ、3体ともばらけたんでよかったですね。で、一応最後が、一応星6のロズエルですね、が当たりました。まあ、3回引いて、結構久しぶりに、コラボの星6、まあ、新学校だからあれだけど、僕のキャラ当たりましたっていう感じですね。こんな感じです。ちなみにチーム編成的には特に何も変わっていないので、まあこんな感じで終わりにしようかなと思っております。まあ、また石ためたら、まあガチャ引いてみたいな感じでやっていきたいかなと思います。まあ基本的にはですね、まあいろいろ忙しくて、勉強が忙しくてですね、やることができないので、まあそれが終わったら、まあちょくちょく再開していこうかなと思っております。ということで、まあそれまでお待ちください。はい、ということで、バズラの通算ログイン1250日の動画でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね。